はい、皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、guys I'm Princess もぜひやハウスコインオンはい。今日はあの年内最後ですね。これだけ強力な新月が来るのはうん。あの来る12月4日土曜日なんですけれども。夕方。の 16時43分頃にいて座でとても強力な「新月」が起こります。なので今日は「新月リーディング」「新月からのメッセージ」「この新月であなたのどんな願いが叶うかなどねすごくねお月様のリーディングを深くしていきたいと思います」 はい、まず選んでいただきたいのはこちらのカードから。はい、じゃあね、軽くシャッフルしていきます。 じゃあね、3択はい、この中からまず選んでいただきますさて、まず1番の方これだなはい、1番の方2番の方そして3番の方はい、じゃあまあ今からね、裏返し で行くんですけれども、表を見るのか <laughs> を見るんですけれども、はい。まずね。このね。裏の段階で、うん、よかったらね。決めてください。1番の方。2番の方。3番の方さあいかがでしょうか？じゃあね、うん、開いていきますね。じゃあ1番の方から行きます。 はい、というメッセージが来るかなはい、1番の方はうん、アンサーザコールうん、なんかね、連絡が来たりとかするのかなはい、そして2番の方をノーというカードが出ましたあ、でもね、ノーイコール悪いとかね 思わなくて大丈夫です多分ここでね脳ーって出たのはもちろんね何らかのメッセージなんですでもそれがイコールネガティブとかあの嫌なことがあるとかのイコールではないのでそこはね気にしないで大丈夫ですただ今の段階で何かね何かカードがきっと伝えたいことがあるんだろうなって思いましたはいそして3番の方 はいディープリフ,リフレッシュメントははいいこれが3番の方、はい、じゃあねあのもう一度1番の方2番の方3番の方はい見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。 はい、じゃあ1番の方おお待たせしております、うん、今日はねカードを先にちょっとシャッフルして今出している状態です。えー、と、まずですね今回の新月なんかこうあなたにこうどういうメッセージを伝えてくるのかそして今回あなたにこの新月からどういうことがもたらされるのかそしてあなたが 感謝するした方がいいよっていうことそしてあとここがねあなたが今回の新月でかない,い,いたい願いをイメージするといいことそしてあなたが行動するといいことそして今回の新月で叶うことそして最後にアドバイスをカード引いていきたいと思います。じゃあまず 今回の満月の、あ、ごめんなさい。新月のイメージ。ね、あなたへの新月のイメージから引いていきたいと思います。はい、出たカードが。はい、プロテクション。うん。プロテクション。タワーとあなたは。うん、はい。そして、 はい、第三チャクラのリバースとデビルですね。うん、まずね今回。うーん、えっとね、うん、お月様って優しいじゃない <laughs> あのね今ねあなたの恋愛がねどういう状況にいるのかなとは思うんだけどでも。 もしね、辛い状況の人とかもねいるかもしれないんだけどあなたの恋愛はねきちんとこれねこれ恋愛のカードだしねここタワーだしねでここねプロテクションだしなんかねしっかりあなたの恋愛守られてるよって、うん、そしてあの今回の「新月からなんだけどあなたがね食欲が増していくかもしれない。 いわゆる食欲が出てくるかもしれないっていうことも言っていて「えっ、ー、とね夜食とか間食とかに気をつけてね」っていうのは出てる。で出てるんだけどねもしあなたが今んそうねこう腐れ縁的な恋愛でもし悩んでいたとしてもあなたが今恋愛で辛い状況にいたとしても でもね、うん、あなたはね、お月様にね、守られてるから。だから、こう、今よりも、いわゆるこう、辛い状況になることはないよって。うん、そこはね、お月様がね、安心してねってね、言ってくれてる。うん、今、まあ、このね、プロテクションが出るっていうことは、なんかね、少しハードな状況の人とか、なんかこう、 好きなんだけどなかなかこう先に進めないとかねうん複雑な恋愛の人とかもいるかもしれないんだけれどいれないんだけどでもあなた自身が元気になったりイコール食欲が湧いてきたりするかもしれないそれいいことですよね。でそれプラスうんうんなんかね安心してねって。うん まず、ね、お月様がね言ってくれています。まず安心,し安心してねって言ってくれていてそしてね、はい、今回の「新月」であなたにどんなことをもたらすかはいどんなことをもたらすかはーいエンパワーメントおこれも見事に恋愛のカードだね。 月と百合うんうん月と百合はいそしてここが「ペイシェンスとコインの7」うんえー、っとねどんなことをもたらすかああこれいいんじゃないかなあのですねうんうんあのまずどんなまあ今ねどんな恋愛を 今しているもしかしたら辛い恋愛ねしてる人いるかもしれないんだけどきちんとねあ,のあなた自身がねこうこの恋愛で別に恋愛ってギブアンドテイクではないんだけれども、うん、それでもねこう自分が例えば相手に何をしてあげることができて 私は何をあの人から得ることができるんだろうっていうこれは冷静な目、うん、冷静な目でこの恋愛のことを振り返ることができる私だけが辛いんじゃないかとか、うん、なんかねほんといろんなことを見ることができるそして見ることができた上できっとねあなたは、うん、私はそれでもこの恋愛を頑張ろうみたいな なんか強くお月様に宣言するみたいです、うん、今のところね、うん、この恋愛をねやめるっていうのは出てないんだよねなんか頑張るっていう人の方が多いんじゃないかな振り返りつつもやっぱり私はこの人が好きだとか頑張りたいとかそういうことを思うんじゃないかなって感じました そして今回ここね感謝したらねいいよっていうことははい見ていくと感謝うんグローサーとああこれなんか複雑な恋愛の人だねうんうんそしておおすごいなカップのエースと戦車へえ すごいね、これ。うんうん。これね、感謝するといいことなんだけどね。例えば、複雑な恋愛の人で、相手に奥さんがいるのであれば奥さん。そして、お子さんがいるのであれば奥さん。間違った、お子さん。奥さんとお子さんにも感謝してねって言ってる。すごいね、このカード。うん、そして、今ね、少し会えなくなったり、もしかしたらしてるかもしれない。 会いにくいとか、そういう人もいるかもしれない。でも、こう2人っていうのがこう、実際の距離とかじゃないんだよねって言ってます。2人はね、ね複雑な関係かもしれない。でも、お2人が愛し合えてること。ものすごくね。愛し合えてること。そして今、あの人と会えにくいとか、連絡取りにくいって人がもしいたとしてもね、 もしいたとしてもそれでも2人の大恋愛はなんか「大恋愛絶賛中」<laughs> そこをね「感謝して」って言ってるこれすごいね子供と奥さんのカード、うん、まあ複雑な恋愛の人はそのお相手様のパートナーって思っていただいていいんだけど、うん、その人たちを例えばね恨むとか憎むとかじゃなくて 感謝の対象。わお、ちょっと私もびっくりです。うん、そこがね、感謝、感謝です。うん。そして、はい。えっ、ー、とね、今回ね、この新月で、願うといいよっていうことははい、願うといいよということはあ、2枚出たね。はい。グッドラック。アンサーに、あの人のカードが出てる。 あの人のカードコウノトリとソードの3とワンドの3これリバースですねうん。はいこれねあなたが願うといいことあ,あの人が来てくれるってことだね例えばまずあの人がいわゆるあなたに対してすごくポジティブな 返事をしてくれるとか、うん、将来のこととかでもねなんかまずそのイメージをしっかりしてみてねってあの人がイエスって言ってくれるとかねでそれプラスもうズバリここにあの人のカード出てるんだけどもうあの人が私のところに来てくれる、うん、これもあなたが願うといいことイメージするといいことそしてね、うん、ここリバースて出てるんだけど うん、ソードの3ワンドのさね両方3のリバースがね出てるんだけれども、うん、ちょっと待ってね、うん、そんなにね悲しまなくて大丈夫だよってきちんとあなたとお相手様はこんなに手を取り合えてるからだからそんなにネガティブに悲しまなくていいしそんなに泣かなくていいからって。 こういうね、あの、泣くことはね、悪いって言ってるわけではなく、もちろん泣いてもいいんです。泣いてもいいんだけどね、その後には、こういう明るい未来を想像しよっか、みたいな、お願い事しよっか、っていうことがね、出てる。出てるよ。うん。そしてね、はい、ここはね、あなたが今回の新月、 アクションをするといいことです。行動するといいことは、はーい。うん、これね、あ、ほら、みんななんか下向いてるでしょ。ちょっとこれ落ち込むっていう意味なんだよね。うん、深くこれ悲しむっていう意味なんだけど、うん、ちょっと待ってね、これと、はい、これあなたのカードです。 これあなたのカードとワンちゃんか。うんアクションね。あとフールとはい力のリバース。うんうんはい。じゃあ今回ねあなたがアクションまずするといいこともし今ねあなたが辛い状況にもしいるのであればあのしっかりね泣いていいよって感情を表に出していいよって。 でもね、その奥にはこんなにキラキラした、<laughs> 明るい未来があるからねって、今さっきのちょっとここのね、カードと似てますね。そして、でここ、あなたが出てるんだけど、あなたにね、なんかこう、とても、なんか周りで支えてくれてる友達がいるのかな。その友達にお話を聞いてもらいながら、慰めてもらいながら。 うん、なんかこう恋愛っていうよりはなんかお友達と遊ぶとか会うとかそういう形で気分転換っていうのもいいんじゃないかな、うん、そして、うんうん、なんかね今回の新月からあなたがねとってもね、うん、力強く新しいあなたになれそうな気がするなんかここにすごく似てるよね。うん 私はこうするっていうこう宣言できるみたいなうん宣言できるイコールあなたがなんかこう新しいあなたになれるんじゃないかなうんなんかこう悲しんでもいいよ泣いてもいいよでもそこからあな新しいあなたに、うん、なれるような予感がするそしてここねはい今回ねあなたが この新月で叶うことはいこれ見てますさあ,あなたが叶うことまず美しさビューティーはい鳥とクロスうんうん鳥とクロスとワンドの8とソードの2かうんうんはいえっとねまずね今回叶うことまずビューティー嬉しいですよね <laughs> あのー、イメチェンすするる人いるのかなって気がします髪切るとかねパーマかけるとかね、うん、例えば髪の色変えるとか、うん、新しい洋服買う新しいメイク新しいリップなんかこうそういうこと、うん、まずそれねすごく良さそうですとてもこう美しいポジティブな、うん、こう変化にまずなりそうなんですよね うん、そしてねうんそしてねあの今まで連絡がね途絶えてたりとかしていたことがこのクロスだからね途絶えていた連絡が来る、うん、これ叶う願いだねそしてあなたがねずっと待ちに待ってたこと多分あの人のことだと思うんだけど なんかねあの人の頭の中にもあるんだよあなたのことがうんあなたのことがあってそれを行動する時みたいなだからあなたにとってやっぱこれそうなんじゃないかなこうねずっと待ちわびてた連絡とかがねうんあの人から来るよとかこう嬉しいニュースが。 あなたのとこに入ってくるよ何か,かやっぱりこれ流れ星だからなんかあなたの願いが叶うよっていうことが今回のね、うん、こ,れこれがあの今回の真実の願いなのかなって気がしましたじゃあ,あね素敵ですね素敵なカードがいっぱい出たじゃあ最後にねうんあのアドバイスっていうことで 引いていきたいと思いますよいしょじゃああなたへのアドバイス はいじゃあ広げてみましょうねはいまずは「はいあなた自身がね本当の自分に気づくよ」って気づくことができるよって、うん、グリーンもねラッキーカラーとして覚えていただいて大丈夫ですはいそして すごいねなんかカードがシンクロしてませんか、ね、あなたの意志が強くなる、うん、こちらもね「意志」というカードが出て「ね、意志は後悔する海の家事です」「自分で家事を取り信じる人生を前進しましょう」「自由意志の威力を積極的に活用しましょう」 なんかやっぱりあなた自身が、もう一回言うんですけどね、とてもこう、辛い状況だったとしても、でもやっぱり私は頑張りたい。そう思うのであれば、もうね、天使さんも含め、みんなこの恋応援するよって、うん、あなたの意志がきっとね、あの、頑張るっていう意志が出るんじゃないかな。そして、 うん、困った時は天使さんに聞きなさいって <laughs> はいちょっっと待ってねうんまずねやっぱりこう自分の振り返りというかこう自分の心の中あの人のどこが好きなのかどこが嫌いなのか、うん、それも踏まえた上でこの恋 をきっとね頑張るっていう方向になるんじゃないかなそしてもしねやっぱり迷った時不安になった時はいつでも天使さんいわくいつでも私たちに聞いてねってその質問に対して答えるからねってあのこの質問っていうのは案外ね緑の中、うん、グリーン公園とかね なんかそういうところで天使さんとすごくつながりやすくなるのかなとも思ったしこのグリーンっていうのがあなたのラッキーカラーとして今回降りてきましたはいこれが一番のあなたへのメッセージですよかったら参考にしてみてくださいとてもとても素敵なカードが出てきました はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。はい、じゃあ2番の、ね、こちらののを選ばれた方、うん、じゃあ見ていきましょうね。はい、今日の新月リーディングは、まあ、あなた、 このね、新月この新月のイメージっていうのとこうあなたにどんな影響を与えるのかどんなことをもたらしてくれるのかあなたが感謝するべきことそしてあなたがイメージ叶うよ願いがね叶うっていうイメージをしたらいいことそして行動をねしたらいいことあなたの この新月で願いが叶うこと。そして最後にアドバイスを引いていきたいと思います。はい、じゃあまずは、今回のね、この新月。うんさあ、どんなイメージの月なのかなまず見てみましょう。ほう、ボーダーライン。うん、クロス。コウノトリ。ちょっと待ってね。はい、クロスコウノトリと、 バンドの8リバースとフー,ルうーん。今あなたはねこれ恋愛でやっぱりちょっと見,見えるな恋愛にね思えるんだけどあの人と今ね一時的にこう連絡が止まってるとか立ち往生してるとか。 うん、こうあの人といわゆるこのボーダーラインこう線が引いてあるようなね、うんうん、ボーダーラインイコール、まあ、例えばラインブロックとかねそういう状況にいらっしゃる方いるのかなって感じがしました。 なんかあの人のことを思ってるんだけどあの人からのねこうアクションとか連絡がな,なかなかなくってっていう感じで今ねいる人が多いのかなって気がしましたなんかこう飛び立ちたくてもなかなか飛び,飛た飛び立ってなくてみたいな、うん、こうもにょもにょってした状況うなんか私何なんだろうとか この関係って何なんだろう？離れたの？わか別れたの？終わったの？みたいな。なんかそういう状況に今ね。もしかしたらいらっしゃる方が多いのかなっていう感じがね。まずしました。うん、まずしました。そしてね。はい、じゃあね。どんなことをこの新月ではいもたらしてくれるかね。はい、じゃあ見ていきます。まずは。 ほう、ライトニング・ヨア・ロード。なんか希望が持てるカードが出ましたね。うん。ちょっと開いていきます。おカップの3。審判・リバース。太陽とネズミか。はいはい。えっ、ー、とね、まず今回のね、この新月で、うんうん、あのね、今の状況よりは良くなる。 もう今の状況よりは良くなるあ。どういうことかっていうと、連絡が来たりとか、返信が来たりとか、ブロック解除されたりとか、そういう今の状況よりも、いわゆるアクティブな状況になっていく。そしてね、これね、2人じゃないかもしれないんだけど、まあ、3人以上の友達で、例えば、今の季節だったら忘年会とかね、こうそういう飲み会とか、 があるんじゃないかなって気がします。二人の関係に、いわゆる光が差し込んでくる。太陽もそうだしね。うん。ただ、まだね、なんか、即復縁っていう感じではなく、まずは、こう、みんなでとか、まずは友達からとか、あの、いわゆるこう、友達っていう、こう、ラインに戻れるような気がする。うん、これ、まず、 まず、今の状況よりはポジティブな方向に行きますね、これは。うん、そして、あなたがね、今感謝した方がいいよっていうことなんでしょうね。はい、感謝すること。フリーダムですか。うん、船とフォックス。はーい。はい、うんうん。カップの4と、 うん、ワンドの2か、あ、ごめんなさい、コインの2かのリバースか、うん。まずね、感謝するべきこと。ほうほうこういうカードが出るかなるほど。今ね、あの、あなた自身があの恋愛でね、辛いかもしれないんです。連絡取れないとか、返信ないとか、うん、なんかね、もしかしたらブロックされてるとか。でもね、 逆に考えたら、今ね、あなたは自由なんだよって。そこにまず、これも本当考え方の、もうあの、考え方を変えることですよね。まず今、あなたのこの自由な時間っていうのは、あなたのものだけだよって。そして、まあ仕事とかアルバイトとか、例えば旅行とか、行こうと思ったら行けるよみたいな。仕事もアルバイトも一生懸命頑張れるよみたいな。 わおすごいなんてポジティブなカードなんだ。うん、そしてね、確かに今あなた自身、ね、やっぱ悩んでたり、迷ってたり、あるかもしれないけど、もう少しでね、あなた自身が、ちょっとね、気持ちが明るくなっていくみたいなんです。少し気持ちが落ち着くっていう感じになるのかな。そうすると、今恋愛においては、辛い状況かもしれないんだけど、でもね、 自由を楽しめるる時間あるんだよって今のところここね仕事とか働くとかねそういうカードが多いんだけれども、うん、どこに行こうとどこに旅行に行こうとこれあなたの、うん、あなたの人生の楽しみだよってこれね、うん、すっごいはあの発想の転換ですよね発想の転換なんだけれどもあなたはこの鳥籠の中にいるわけじゃない。 あなたは自由だよって。ここを感謝してもいいよって。まあ、なんてポジティブなカードなんでしょうか。うんって言っててね。で、そしてね、ここが、あなたがこのね、新月で、願うといいこと。イメージしていくといいことが何が出ているのかなほう。むちゃくちゃキラキラしてますけれども。うん。 すごいキラキラしてておムチときはいイメージするといいことおーすごいな女帝のリバースと女ョキの聖地ちおーなんかのこれすごいねイメージするといいことうんあとあなたが願うといいことかうんうんうん うん、愛されたいんだねとってもとってもねあなたがやっぱり唯一のナンバーワンになりたいうんわかりますわかりますもちろんそれはわかるうんうんうん願いこれねまずねあのー、まあここねイメージの方なんだけどイメージの方なんだけどあなた自身がねあのこう一人のね まあ、これ今の二つともこれ女性のカードが出てるんだけど、だから女性っていう言葉を使わせていただくんだけれどもね。あの、むちゃくちゃ自立してますよ。かっこいいですよ。うん。なんかこう、男な、男なしで生きれるっていう感じとも全然違うんだけど、ね、そう、そうじゃない、そうじゃない。むしろね、愛されたいって気持ちがすごくあるんだけどね。でもね、なんかね、 強くななれそうなんだよねとてもとても強くなれそうそしてね「お部屋の掃除断捨離あ」これもちょっとしましょうかねでもしかしたらねあなた自身があの人と住みたいなとかそういう家の,あの、まあ、マンションの間取りとかねそういうのをあのいろいろ考えたり想像するっていうのもいいかもしれない。 そしてね、このもうほんとこのカードそのまんまなんだけどあなたがこうステージの中でねこう光をバーッてこうスポットライトをすごく浴びてるイメージがあります。なのであの人からの愛をもうこれだけ受けるみたいな、うん、キラッキラ愛されるぐらい受けるみたいなそのねうイメージもすごく良さそうな気がします。 うん、あとやっぱり誰でもこう苦しい恋愛とか泣くばっかりの恋愛とか、まあ、辛くて嫌ですよねなので、まあ、恋愛に振り回されない自分そしてなんか私が愛される恋愛それをイメージしていいんじゃないかな追いかけるっていうよりも愛される、うん、それをね そのイメージをすること。願うといいのかなっていうふうに出てます、うん。そして今度はここがね、あなたがいわゆる行動するといいところ、こと。今回の新月で。うん、行動のところに。なんか、産む。うん。はい。本と怒り。はい。行動ね。はい。 そしてカードがデビルのリバースとチャクラのリバースが行動するといいことちょっと待ってくださいねうんなるほどはいえっ、ー、とね まずこのね第二チャクラっていうのはいわゆるえー、と、生殖器とかをね表します。で生殖器のリバース生殖器って言うなって感じなんだけどえっ、ー、と他な何て言うっけいいかな生殖器で。<laughs> 生殖器ですね失礼しました。そのリバースとデビルのリバースなんだよね。なのでこれは今あの 例えばあなたに今この人が好、ね、きだとする。もしかしたら今いろいろ美味しい不通とか辛い状況かもしれない。でもあのこれした方がいいことで今リバースで出てるからね。あの安易に他の人の誘いに乗らないとか。うん カードで言うとね、なんかね、こう、シークレットを保つって出てるんですよ。で、これはどういうことかっていうと、えっ、ー、と、もう、あなたと深い関係になれるのはこの人だけみたいな。他の人には目も向けないみたいな。形の方がいいみたい。あの人と愛し合う。それ以外の人には、もう、なんかこう、 硬い、硬い、こ,うこの本がバチンって閉じてるように、うん、閉じてるように、こうあなたのもう心もバーンって閉じてる感じ、鍵閉めてますみたいな、うん。それをね、守った方がいいって出てます。安、う、易、ん、に他の人のね、例えば誘惑に乗らないとか、誘いに乗らないとか、もうあの人とだけ愛し合う。 っていうのがこれがね私アクションっていうふうに思うんですねそしてはいここがねあなたのね今回新月の願い叶うことで見ていますさあ出ているカードがプロテクションはいユリとあの人あよかったですねあの人のカードがユリと一緒に出ているそしてタロットが運命の輪のリバースと カップの7はいこれがね今回あなたのこの「新月で叶うこと」か。うんうんこれねあの人の心にまずねあなたがいるんじゃないかな。 うん、今さっき見たところねすぐにねこれね復縁ではなかったのでもねやっぱり連絡取れたりとか会うって形になってここでもね審判のリバースが出てたんだけど復縁までもうちょっとって感じうんもうちょっとって感じでねここでもこれ運命の輪がリバースで出てるんだよねだから2人の歯車が会うのはもうちょっとってうんもうちょっと もうちょっと。そしてね。うん。でもね、あの人は、あなたに、あの、今よりもね、どん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 心を開いてくれます。うん。あの人とのこと、まずは、あの、連絡取りたいとかね、会いたいっていう、その、 あなたが最終的に願うのが復縁とか、例えば結婚とかかもしれないんだけど、その第一ステップって言えばいいのかな。それね、叶いそうって出てます。うん、叶いそう。そして、あの人の心にね、私はね、あなたはいると思う。うん。やっぱり傷つけたくないし、守りたいんだけれども、もう少しあの人自身、何かやっぱり考えたいことが。 あるのかなっていうふうに出ている。でもね、もうちょっとなんだよね。復縁まで、うん。まずはこの新月で、あの人とあなたの距離がまず縮まりそう。そこはすっごくいいんじゃないかな。なのでイメージをね、イメージをしっかり、私は愛されるとかね、愛されてるっていう、このイメージをしっかり持っていただきたいし、 あとねこのキイとね無チだからね私は今回今ねタンスってイメージがあったんですよタンスの掃除なのでこう古い下着とか捨てましょうかうんなんかそれも良さそうな気がするなうんこれもなんかこうあなたにしてほしいなっていうことで出ましたじゃあ今から最後に アドバイスでカードを引いていきたいと思います。カードをね。3種類引いていくので待っていてくださいね。はい、まずアドバイス。よいしょ 3種類はい、アドバイス見ていきたいと思います。リカバリーと。はい、輝き出す才能。なんかやっぱ今回のあなたってすごくこのゴールドが。うん、なんかラッキーカラーですね。うん、すごい。すごい輝いてますよ。 そして、はいこちらはね謙虚というカード。うん、あのーまあ、ここを、ね、読むとトラブルの原因をね誰かのせいにしている限り目,目覚めませんと謙虚に自分を見つめると真実の答えが分かります。修復はい。 このね、3枚のアドバイスから見て思うこと、うん、今さっき、ね「No」って出たんだけど、うんうんうん、これはねあの人とダメっていうことじゃなくて、うん、あなた自身が今こう変わるべき時、うん、それもあるかもしれないそして、まあなた自身が例えばね 謙虚に、まあこれはね謙虚謙虚になることによって自分を見つめ直すことによってそうすることによって2人の関係は修復できるなんかねあなたのいわゆる自分軸この自分軸がしっかりしてくるのかなっていう感じそしてこのねゴールド これがね、今回、あなたのラッキーカラーということで、私は見させていただきました。はい。恋はね、まず一歩、進みそうです。うん、進みそうです。これが2番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ーセ姫でした。 はい、じゃあ3番の方おお待たせしております今日はね「新月リーディング」ということで今ねカードを出してますまずは今のこの新月からイメージお二人のまあ状況とかそしてこの新月でどんなことをもたらすのかそしてあなたが今感謝するべきことそしてあなたが願うといいこと イメージするといいこと。そしてこちらはアクションするといいこと。そしてここがズバり、この新月であなたが願う、あ、あなたの願いが叶うこと。そして最後にアドバイスを引いていきたいと思います。じゃあまず、はい、こちらのカード。はい、引いていきます。まずは、今の状況を、この新月から のイメージウェルビーンが、well、はいクマとクローバー,うーんタワーとあ今何かお仕事のことでうーん何かね大きな 今あなた自身がお仕事のことだよねで大きな岐路に立っているのかなってなんか転職考えてたりとかえっ、ー、とオファーが来てたりとかねうんそんな感じがするなうん例えばあなたの中信頼してた上司が例えば会社立ち上げるとかねだから一緒に来ないかみたいなあすごいなこれは なんかねそういうイメージをとても感じましたふんふんこうあなたが何かを壊して次に行きたいって思ってるのかなもしかしたらねやっぱ恋愛の人もねいると思うんだよねだから恋愛の感じで見るのであれば 今の関係をきちんとこうきちんとっていうか壊して進みたいその進む先にはこのねそう壊し方もねいろいろですよねちょっとね他のカードも見ながら見ていきたいと思うんだけれどもまず3番の方に関しては今すごく降りてきたメッセージは仕事、うん、のことでズバリ出たかなって感じがします。 うん、そしたらねはいこの新月からどんなことがねもたらされるのかはい見ていきます答えが出るほう船と雲うんコインの7のリバースとソードの5ふんふんえっ、ー、とこの新月でねふんふん 今まであなたがね、ま、悩んでたことだよねなんかこうここで例えば会社を辞めることとか、まあ、なんかこう今までの会社に例えば申し訳ないとかうこう自分だけがなんかこういうことをしていいのかなとかなんかすごくこう、うん、正義感が強いというか。うん こうなかなか決心ができなかったんじゃないかな今まではでも、うん、あ,のあなた自身がこう自分をね本当は例えば何がやりたかったのかなとかどういうことが好きだったのかなとかちっちゃい頃の夢は何だったかなとかいろいろ考えてから考えた時にようやく今まで悩んでたことに対してこう前へ向く。 動くっていう答えが出るのが今回の新月なのかな今私お仕事のことで言ったんだけど恋愛でもそうですうんなんかこうねこ,うこの恋を進むべきか引くべきかどうしたらいいのか何か今はねまだこうわからない状況ずっと悩んでたような気がする。でも ようやくこの雲が晴れてあなたが動けるようになるようやくあなた自身のこれ恋愛においても答えが出るそんな状況のような気がしますそしてあなたが感謝するべきことはい何でしょうかラブラブですかうんラブそしてここが おお、ライバルにも感謝って出てますね。庭と蛇。そしてカードが、はい、ワンドの7と第3チャクラリバース。これ、感謝するべき。まずね、ライバルに感謝です。うん。なんかこう、切磋琢磨できたのかなって気がします。そして、こう、あなたを、 愛してくれる存在。そして、あなたが大切に思う人。うん。その、なんかこう、状況がどうであれね。うん。あなたが愛する人。あなたを愛してくれる人に感謝しようと。そして、それプラスですよ。このライバルにまで感謝か。<laughs> すごいですね、これね。うん。うん。そして、あとはね、 こうあなた自身がねすごく私はねうんうんあの慎重な人なんだけどやるときはやりますよねいやこの行動力がね素晴らしいと思いますだからその行動できる行動力にも感謝自分にも感謝みたいななんかいろんな感謝がすごくいっぱいあるうんすごくすごく出てるすごいねうん うん、これは本当深い感謝だなって思いました。感謝すること、うん、がね、出ていて。はい、そして次がね。はい、今度はあなたがこの真実で願うといいこと。はい、見てみます。トラベル。うん、ここでも船のカード出たしね。なんか、やっぱり動く。 動くのかな恋愛でも仕事でもそしてここがハートとカンボケうんうんはいハートとカンボケそしてタロットがうんうんうんはいコインの三のリバースとソードの九 これはね、願うといいことうーん。これね、2つ考えられます。もしあなたが復縁を望んでいるのであれば、ね、あのもしかしたら一回終わりを迎えた恋かもしれない。それが再び終わりから始まる再生。復活再生。いわゆる恋が動き出すっていうこと。 うん、それをね、まずすごく感じるのと、あと、あなたが今、やっぱり前に進みたいと。うん、あなたが前に進みたいのであれば、うん、この恋に、ね、一旦、ね、ご自分の中で、この恋を終わりにして、次に進みたい。なんかこれね、二つ考えられます。そしてね、 うん、なんかこのあなたがね希望を失ってないじゃない、うん、特にねこの3ヶ月ぐらい案外こう心の中とかがね、まあ、仕事も含め恋愛も含め案外 こう先のことが見えなくてちょっとぐちゃぐちゃしてたのかなって気がします心の中とかがねでもそうではなくもうすっきりとしたあなたが望む道もしあなたが望む道が辛いことがあるかもしれないでももうあなたが望むって決めたらもう頑張ろうみたいなこう潔さみたいな形を 今回あなたがね願うといいのかなと次に進む前に進む、まあ、これは再生復活再生も考えられると出ましたそしてここがねあなたが今度はね行動するといいことアクションするといいことが出てるのがトラストはい はいこれあなたのカードとワオリングのカードですねそしてタロットが今日デビルね全部皆さんに出ましたうーんデビルのリバースとコインの4はいちょっと待ってくださいねはいこれねアクション行動するといいことうんうんうんよし <laughs> これはもう あなたが、えーとね、こ,のこのお相手様でもいいしねあなたがもちろん大好きな人もしくは次の出会いっていうのもありです。もうとにかくもうとにかく諦めない例えば復縁する一緒になるっていうことをもうなん,かなんか自分からプロポーズするとか告白するっていうのもあり。 あとね、お仕事でもね、リングってすごく重要で契約を交わすすっていう意味もあるんですよ。なのであのもう契約書をきちんと交わすこといわゆる次に行くってことですかね、うん、もうそれもいいよってことでなんかこうあなたが望んでること妥協するんじゃなくてもうしっかりと手に入れるそのための告白とかプロポーズとかありみたいな。 そしてなおかつあなた自身の自分のことも、ね、しっかり信じてあげてねみたいな私はできるみたいなうんそれがすごく出てるうん出てますはいじゃあねここがあなたがこの新月でこのね願いあなたの願いが叶うことで見てますはい開いていくとおおファイナンシャルヘルス なんか仕事だよね仕事お金人生やっぱテーマがそんな気がするうんそして鎌と山はいはい鎌と山そしてここがはあ皇帝とカップの4ですかうわーなんかすごいなこれうんなんかねもうあなたのいわゆる人生が あなたの望む人生がきっとこれから始まるよみたいな。うん、そして、あの、確かにねあの、道はね、険しいかもしれないって出てます。例えば、会社を辞めるっていうのも、こう、引き止められたりとかね、いろいろ大変かもしれない。なんかこう、軌道に乗るまで大変かもしれない。でも、でも、もう、あなた自身が今の生活にね、少し飽き飽きしてる。 やっぱりやりたいことやりたいんだみたいななんか仕事で輝きたいんだっていうことがまずねできそうなんですよそしてこれ恋愛だったらね、うん、あの人と人生歩いていくってことかなうんあのー、今現在はねつ、まあ、辛い状況かもしれないでも乗り越えて例えば倦怠期とか乗り越えてなんかこう 二人で、二人で歩いていけるよね、これは。どっちかっていうと、あの人が、えっ、ー、とね、前に立ってくれるっていうイメージはあるんだけれども、あなたがその後ろからね、ついていくっていう感じがするんだけどね、なんかこう、二人の人生を歩んでいける。もうこれ人生ですよね。うん、なんかこう、金銭的にもなんか一緒の財布とかになりそうな気がするから、 なんかこうただの恋愛じゃないうーんすごく責任を伴う恋愛の流れになっていくのかなって感じがしましたでもちろん3番の方ねあのもちろん恋愛の人ももちろんいると思うんですよでも今回ねすっごく私は仕事のメッセージはすごく大きくなんかこう。 メッセージが多かったなっていう風に思いましたじゃあ最後にあなたへのメッセージではい引いていきたいと思いますカードをね3種類使っていきます じゃあ開いていきましょうはい守られてる輝き出す才能すごいなうんあ主張ですねうわーなんかやっぱりカードがねすごくシンクロしてますやっぱこう自分から「行きなさい」って言ってますよね、うん、あなたから欲しいものは欲しいって言うんだよみたいなうん うん、そしてやっぱりこうあなたのねやっぱり持ってらっしゃるうんやっぱりこれは仕事仕事今日はどうしてもちょっと仕事のメッセージが私は3番の方強くあの出たんだけどやっぱりこうあなたの才能を生かそうみたいなもっともっと生かせる場所があるっていうことをすごく言ってくれていてそしてそれプラスあなた自身がね うんあごめんなさいねうん。ご先祖様も含めてだよね。すごく見守られてる、うん。ちょっとここを読むと、あなたはいつも見守られています。すべての人に主語の光が当てられています。ひとりぼっちの時など一瞬としてありません。うんこう あなたの、こう、例えばこう、亡くなった、例えば近い親族の方とか、もしいらっしゃるのであれば、むちゃくちゃ見守ってくれてます。そして、今、このキ路に立ってる今、あなたのことをすごく応援してくれてる。そして、内気になるんじゃなくて、強気で、あなたの欲しいものを手に入れなさいと。これが恋愛でも仕事でも。 はい。こういうメッセージが今回はね、降りてきました。はい。これが3番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。セせ姫でした。